1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？7月22日ディスコの日。日本でディスコブームのきっかけとなったとされるジョン・トラボルタ主演映画サタデーナイトフィーバーの初公開が1978年7月22日だったことにちなんで記念日に制定されています。ヤフーニュースがサービス開始。1996年7月22日、ヤフージャパンが運営するニュースサイト、ヤフーニュースがサービスを開始しました。日本国内外のニュースを中心に、話題となっている事柄などを多岐にわたり提供しているサイトで、ニュース、雑誌記事、トピックス、動画ニュースなどの他に、意識調査、SNS 連携、コラムもあり、ヤフーニュースが独自に配信しているメディアも時代に合わせて年々変化しています。ワンピースの日。1997年7月22日、少年漫画雑誌週刊少年ジャンプにてワンピースの連載が始まったことにちなんで、株式会社集英社が記念日に制定しています。ひとつなぎの大秘宝、ワンピースをめぐる海賊たちの冒険ロマン物語は、キャラクターの特殊能力、バトルシーン、ギャグセンス、感動エピソードなどに加え、作り込まれた世界観、練り込まれた数々の伏線などなど、さまざまな視点から楽しめることも特徴となっています。この他にも、まだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。